ジャンバティスト・フレデリク・デマレーは、フランス生まれの画家である。フランス革命の時代の画家で18世紀末から、イタリアで活動し、フィレンチェの美術学校などで教えた。パリで生まれた。ガブリエル・フランソはドアイアンに学び、二度、ローマ賞に落選した後、1785年に入選しローマ留学の資格を得るが、有力な画家、ジャンバティスト・マリー・ピエールが、デマレーよりも、 ギオム・ギオン・ルティエールを評価していたこともあって、ローマ留学の出発は1786年になった。ローマに1790年まで滞在し、フランスに戻ったが、フランス革命の進展によって1792年にはローマに戻り、さらにトスカーナ大公国のフィレンツェに移った。1797年にフィレンツェの美術学校の教師の職に就き、 この頃教えた学生には、ジュゼッペ・ベッツォリア・ニッコラ、モンティ、フランチェスコ・ネンシラがいた。1805年に、ルッカ・エピオンビーの広告の女校になった、エリザ・ボナッパルトによって、1806年に、カラーラの美術アカデミーの再建のための教授の候補に選ばれ、1807年7月に、絵画の教授に任じられ、12月には、美術館の副館長に選ばれ、 1809年5月にはアカデミーの副校長になった。この美術学校では有名な彫刻家のピエトロ・テネラニが学んだ。1813年にカラーラで亡くなった。ありがとうございます。